はい、アイランドオクトリーのロカパトでございます。忍びストライカーやっていきましょう。容赦はしない。本日はこの車輪春の桜臨海対戦をね使っていきたいと思います。ということで今現在やってる、まあ、師匠限定のねモードでやっております。まあ、全部さくらちゃん白号の術で固めております。フォーカー、コゴ、白号の術装、まあ、結構面白い術が揃っているかなという印象なんですが、味方を回復するっていう感じじゃなんかない気がするんだよね。結構パワーアップみたいなそんな感じかな。回復するのかな、まあ、この札もあるので、ドーン、なに、キュー君味方ナイス。混合の方がね面白くて、敵が攻撃してる時でも発動できるスーパーアーマー君みたいな感じで、あ、面白いなって思いましたね。でダメージ受けてたらそこで回復すると、戦いじゃ死なないっていうね綱出さんの教えをなんかちゃんとあれしている感じがして、すごいいいなって思います。あー、これカージュガン食らってるな。その点やっぱちょっとクールタイム長いかなっていう印象はねあるんですけど、表、あとはもうさくらちゃんこれ殴るしかないんですよね。どっちも一撃神、よし、無理やり割り込んで攻撃ができるという点はねすごいいいなって思います。攻撃食らったらなんか発動させて一気に殴り込むみたいな、そんな使い方もできるかなと。ナイス、封印されてる、あぶれ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 、よし、混合して殴る、重て、いやー一撃し、うら、これがね、あ、重たいな、ドーン。さあ美白号の術が使える、そして連絡乗った、くっ、待って、いやーどこだ、ここでドン、いねーせっかくの白号の術が決めたかったな。さあ味方にね強化状態を付与していく、そりゃそりゃそら究極忍術、待って待って待って、おぶだおぶだ、おおし、危ない危ない危ない、混合を使って殴り込む、この無理やり感いいよな、これ癒しだからあれだけど、攻めとかで、ね、あったらもうやばいだろうなっていう感じのね。ナイス、本郷もたまった、効果はどういう効果が、自身の体力回復を、はい、忍術攻撃力アップ、クールタイム上昇か、いい感じですね。今後はね完全に自分用なのであれですが、何クォーターマツカミか、ふぅ、どうなってんのかわかんねえな。おりゃ、イオ武人だ、またですか、あぶねー、
うわぁ、やべ、食らってたかな、なんか食らったかな今。もしかしたら陣頓食らってた可能性もある。いいよ、まだ大丈夫、まだ余裕あるよ。あ、このさくらちゃんの回復ソースで言えばこのリングしかないってことだよな。あとはまあ扇使った時に回復するかなぐらいかな、周りが。ナイスー、オラオラオラ、いいよ、螺旋なんか。白眼と合わせるとめちゃくちゃ攻撃力上がるんじゃないのかなって感じだけど。おお、やる、あのタイミングで。よーし、オッケー、いいねー。あ、これ師匠だけで戦うってのも面白いっすよね。ナイスナイス。ということでもう一試合いきたいと思います。はい、やってきました、2戦目撃破戦です。おお、いいね、師匠がいる。両目の車輪が敵だった。全てを見通す。やべ、車輪がに挟まれてる。とことん内派一族に縁があるな。まあ、みんなをね、頑張って回復させていきましょう。私は私のやるべきことをする。そのために道を切り開く。まあ、これでね、少しでも味方に追加を付与していきましょう。え、なんだそれは。やろう。そんな早技、このイカズチはダメ、このイカズチはずなんだあの早技、まずあぶね。いやー、それはあかん、強い。ヒサメマスターシャープ1じゃないですか。すーげー気色悪い動きだけど、すーげー、あれなんてキャラコンだ、そんな技が。全然体力やってないじゃんこの人。やれやれ、物量で押せ、倒せないことはない。おら、うわっ、おら、うわっ、おら、やらせんぞ。出た、それ、うわっ、このうわ、そこでやるのずるい。狙ってやってんな、あれうまいな、もうこのゲーム知り尽くしてるな、あれは凄まじいな、あれは。師匠を超える、時こういう使い方、逃れるために代わり身みたいな使い方でもあるよね。やめて、来ないで。いや、それはあかんかんかん、やばい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 。どうやんなあれ、サスケだからできるのかな。まあ、確かにランキング見たらサスケ結構人気だったんですよね。やばいって、あれあれマジやばくない、だってクオの術、うわー終わっちゃった。いや、あれはすごいな、めっちゃ気持ち悪い動きだったけど。いや、一人で倒してんじゃん、ほぼほぼ。いや、凄まじかったな。はい、ということで本日の動画は以上となります。次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。